あ、これはこれはワークドライバーの岡崎さんじゃないですか。こんにちは、よろしくお願いします。なんかあの YouTube まさやチャンネルが1000人超えたとのことで、はい、絶好調ですね、はい、いや嬉しい限りです。本当ですね、やっぱり私もあの早く1000人乗せたいと思って、はい、今日はちょっとコラボ感覚でよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、実は岡崎選手にこれ見ていただきたかったのがこれなんですけど、これどうですか、私のホーネットなんですけど。なんかあんま見ないです、僕この感じなんか僕の感じからするとなんかあれですね、昔ながらのちょっと昔な感じがありますね、うんうん、ですよね、はい、そう今ちょっと私もハマって今日ここでね、はい、ハイエンドと対決しようかと思って来たんですけど全然ちゃうね。違います。これなんていうマシンなんですか。これはあのヨコモ の、うん、あの YZ2 の DTM3。 おお、ビョンビョン飛んでたもんね、うん、あれでもツーリングやってなかったでしたっけ。ツーリングもやってます。もうやってます。今日全然やってないよね。今日は全然やってない。おお、今度あのまたスピキンありますけど、はい、次のスピキンには出る予定は一応あります、はい、おお、あの何気にスピキン初参加です。あれ初めて。はい、あの出よう出よう言ってていろいろ事情があって出れなかったりとか、はい、何より去年なかったからね。去年本当は出ようかなと思ってたんですけど。おお、じゃあ今準備中って感じ。はい、おお、練習にも行ったりして。はい、行きました。 TM さん来て。ちょっと遠いよね、和歌山に。ちょっと遠いですね、ここからだと。そうやんな。もう少し近場にやってくれると嬉しいんですけど。そうやんな。いやでもあそこの、ね、路面もなかなか特殊やとは思うけど。そうですね、最初 だいぶ苦戦しました、ね、ああ、もうそのあたりだいぶつかめてきた。少しセッティングの方向性はだいぶつかめてきました。おお、やっぱりあのもちろん参加するのはモディファイクラス。はい、うん、ライバル多いけどね。そうですね、あん中で一回まず走りたいんですよ。うん、あのすげえ方たちと。特にあの、ね、開幕戦世界チャンピオンがいたり、そうですね、ね、もちろんチャンピオン経験者ディフェンディングチャンピオンも含めて、はい、あのメンバーで戦えるっていうのは確かに魅力的やね。そうですね。あの一つ狙いたいところでそのタイトルみたいなところはあるのかな。タイトルとりあえず全日本とかで優勝して、うん、エキスパートクラス、うん、でとりあえず A 面に入りたいなっていう最初まずはそこですね、うんうんうん、そうか、そのための、まあ、準備も進めてるということで、はい、でもバギーやってるよね今日ね。そうです、バギーはバギーの魅力ってどういうとこ。バギーの魅力ですね、うん、やっぱ飛べるとこです、ね、ジャンプしたり。わかる、これもね、さっき飛んでね、転がってね、大変なことになったけどね、やっぱりね、ツーリングで飛んでる場合ちゃうからね。そうですね、ツーリングは飛べないです、ね、飛んだらダメやから、うん、バギーは飛んでなんぼやからね。だいぶ飛んでたもんね。だいぶ飛びました。バギーでチャンピオン狙おうとかいうことはないの。いや、一応狙ってる。あ、それも狙ってる、はい、そっかそっか。じゃあ今年は2つの路線で一応。そうですね。おお、じゃあそのあたりはあれですか、またまさやチャンネルで。はい、いろいろ流します、 YouTube で。ですよね、はい、最近もあの白いプロポ紹介してませんでした。これですか。お、ある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 。どうですか、使った感じ。すごいです、このプロポ。すごい、はい、これどこのプロポですか。KO プロポさんの、うん、EXNEXT です。あら、一番新しい、ね、え、そういえばあのスピキン開幕戦でもこれ独占しましたよ。そうですね、うん、すごいです。一言で、まあ、動画でも紹介されてますけど、いいとこってどこなんですか。やっぱそのレスポンスが高いっていうとこと、うん、そのレスポンスが高いとやりにくいっていうわけではなくて、本当にすごいレスポンスも高くてやりやすい。なるほど、それはあの私のように違いがわからない人でも、はい、はっきり分かれるぐらいの。多分分かりやすいと思うんですけど。そうね、タイムアップも期待できる。はい、はい、期待できます。おは、
これだけ言ったんだから穴原さん、私用に一つ用意してくれるかな。ねえ、見た目もこれやっぱおしゃれなんですよね。そうですね、白ねえ、結構斬新ですねこれ。ですよね、サーキットでこれ持ってたらすぐ分かるもんね。そうですね、結構分かりやすいと思います。そうね、っていうかむしろちょっとこれ急に増えてきたから、かぶってるぐらい、また出たぐらいにね、今多いね、これサーキットでね、はい、結構なんか今増えてきてます、ね、増えてるよね、はい、それも全部あのまさやチャンネルで紹介したからちゃう。そうですね、そうでしょ。やっぱこれはね、全国的にもかなりいってるみたいですからね、はい、まあ、これを使って、まずはこのスピキンの、はい、TM ラウンド、はい、ここで必勝、はい、ね、頑張っていただきたいですね。私の方でもまだこれあの紹介させていただきますので、はい、ぜひサーキットでもよろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。急なコラボということでしたけども、あの、はい、これよう走ると思いますんでね、またこれもまたご指導ください。ありがとうございます。マサヤ選手に私のホーネットを操っていただきます。お願いします。はい、そんなあのセッティングが取れてるとかっていう次元じゃないんで、気をつけてね、気をつけてね、気をつけてね、まっすぐ走るかどうかも分かんないよ。おお、見事4回転半自分の車で走ってると、うん、うん、はいはいはい、これあのやっぱりグリップが全体的に足りひん、うん、ロールがある。おお、これを今後あの早くしていこうと思ったらっていうか、すごい上手に操ってるからなんか早くなったように見えるなこれやっぱ操る人によって全然違うな。それでもあのもちろんここをこうしたらもっと速くなりそうだとかっていうのはあるんでしょ。あります。例えばどんな風な方向に持ってったらいいやろ。リアグリップの安心感と、うん、フロントの曲がりをもう少し歩いている。まだフロントが曲がってないね。そうですね、ちょっと歩いて、うんうん、安心して曲がりそのくせあのリアグリップがないからくるんって巻いちゃうよね。これリアグリップ、これタイヤはもうあの高橋さんおすすめでこれいいやつつけてるんですけど、こっからリアグリップ上げようと思ったらどうしたらええんやろ。グリップ剤って塗ってますか。塗ってない塗ってない、持ってない持ってない持ってない。これあのツーリングのグリップ剤とはまた違うでしょ。いや、ツーリングのグリップ剤っていきます。あ、いいの、はい、あ、そうなんだ、あら、じゃあグリップ剤を塗るだけでだいぶ違う。だいぶ違う。おお、それ試してみてもいいな。あとなんかこうサスの硬さとかっていうのは感覚でなんとなく分かったりする。なんか目的には、うん、もっと、うん、ああ、いや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 、でもそれはもう一つ早く走る方向なんで。おー、なるほどね。これスタビつけたりそんなことできへんけど、あれスタビってバギーつけるんかな。あ、つけないか。なるほど。じゃあサスの硬さっていうよりもまずはそのリアグリップをしっかり確保して、でそこから曲がる方向に持っていきたいと。そうすればもうこれも十分あのハイエンドと勝負できるぐらいに。大まかいなあとあのドライバーがまさやくんクラスだったらいけるかな、ね、私クラスでちょっとしんどいんで。なるほど、もうすげえな、このシャーシーよう走るな、こうやって見たらだいぶ慣れてきたね。ねえ、いけるね、すごいな。やっぱ操る人によってもこんなに違うんやな。これで全日本いけるんちゃう面白いけど何やってんねんって言われるやろうな。うん、分かりました。いやいや素晴らしい。いや持ってきてよかった。
ちゃんとそこまで使わせてもらいますんで。お宝映像として使わせていただきます。その走らなくても大丈夫ということで、すいません、ありがとうございます。では締めくくりとして、私のダメダメなお手本になるか、すごいドライビングを見た後にちょっと刺激されて、まあまあいい走りになるのか、やだ、コース上とりあえず走ろうよ。いかがでしたでしょうか。今日はね、このガガさんにやってきまして、バギーをたっぷりと楽しむことができました。まあ、たまたまなんですけれども、まさやくんね、ワークスドライバーということで、すごい超絶テクニックで、車をいきなりコントロールして上手に走らせてくれましたんでね、もういいお手本動画になったのかなというふうに思っておりますし、私も頑張ってあれぐらい走らせられるようにしたいなと思っておりますんで、引き続きまたよろしくお願いします。